どうもこんにちは、三河山の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はもう人気の観葉植物ポトスです。もうね、観葉植物の中でも最も育てるのが簡単な観葉植物と言っても過言ではないのではないでしょうか。それぐらい育てやすいです。丈夫です。だから困ったらやっぱりこのポトスおすすめですね。で、育てたことある方も多いと思うんですよ、今育てるって方も。まあ、そういった方にもですね、もしかしたらちょっと育て方間違えてるかもしれないんで、基本の育て方と、あとよくあるお悩みでですね、ポトスといえばやっぱりこの斑入りといって、この白い模様がかった品種が人気なんですよね。で、この斑がせっかく綺麗だから買ったのに、だんだんとなくなってきた。全部緑色になってきたよ。まあ、これはもともと緑の品種なんですけどね。緑色になってきたよって方、これね、直す方法もあります。それをねさせないために予防する方法もあります。そのお悩みも解決していきたいと思います。それは結局基本の育て方につながっているので、合わせてご紹介します。それではご覧ください、いきましょう。さあ、というわけでポトスなんですけども、まずどんな植物かというと、自生地はですね、ソロモン諸島という島々でどんな風に生きているかというとね、これ意外と知らない方多いかなと思うんですが、実は木などにくっついて生きてるんですよ。着生してるんですね。で、木を登るように、実はこれがまさに本来あるべき姿のような感じなんです。こんな風に木に沿って上へ上へ伸びていくんです。どちらかというとポトスといえばこの吊り下げね、下にしだれて生きている印象が強いですよね。これ本来あるべき姿じゃないんですよ。本当は登る反省、等反省といって、木を登るようにして生きていく、つまり光を求めて上へ伸びていくんですね。そうするとよりですね、元気にたくましく育ってくれるので、こちらおすすめの仕立て方でもあります。これね、ただね、単なる支柱、いわゆる一般的な支柱で育てるのではちょっとなかなかうまく育たないんですよ。そのおすすめのね、育て方があるんで、これはちょっとね、また別の動画でしっかりとお伝えしたいと思います。ポトスをね、巨大化することができます。どういうことかというと、そんな風に木に登るようにして上へ上へ這わせて生きていくと、本来のポテンシャルが出てきて、葉っぱ、自生地ではこれね、普段は僕ら楽しんでるので小さい葉じゃないですか。これね、子供の葉っぱなんですよ。でも上へ上へ茂らせていくと、どんどん葉っぱが大きくなります。自生地ではなんと、もう30センチ40センチ当たり前で、1メートルぐらい大きいものは1メートルぐらい大きくなっちゃうんですよ。もうモンステラみたいな葉っぱがね、できる。で、切れ込みもだんだん入ってくるぐらいね、大きく成長するっていうのが本来のポトスなので、ぜひね、ちょっとそっちはまだね、別の動画で楽しんでいただけたらと思うんですが、まあ、今回は基本の育て方ということで、やっぱりね、吊り下げて楽しんでる方多いと思います。吊り下げ型はさっき言った通り、逆にね、下に垂れ下げていくので、どうしても葉はね、小さいままです。どんどん小さくなっていくタイプではあります、という育て方ではありますが、それもでもね、素敵な飾り方なので、でどんどん茂っていく様子も楽しいですよね。まあ、そちらもね、ぜひね、楽しんでいただく方法として、今日は基本の育て方をお伝えしていきます。で、ポトスのね、おすすめポイントを先に言うと、やっぱり葉がたくさん茂ってくれる、そして育てやすいというところで、花言葉がね、すごく素敵なんですよ。永遠の富っていう花言葉があります。で、さらに華やかな明るさっていう花言葉を持ってるんですね。だから風水的にもとっても縁起が良くて、まあ、一株飾れば葉はどんどん、まるで小判が湧き出てるかのようにね、葉が茂ってくれる永遠の富ですよ。しかもライムカラーっていうか、明るいね、灰色ですよね。パッと華やぎますね、室内で飾るだけでも。で、あとやっぱりおすすめポイント、室内でもね、楽しめる、まさに観葉植物のポテンシャルを持っていて、それが耐陰性といって、日陰気味でも耐えて生きてくれるんですね。だからこそ人気の秘密でもあります。ですが、まあ、自生地ではもちろん外で生きている植物なので、光も大切になります。ちょっと順を追って説明していきたいと思うんですが、まあ、まずはですね、水やりからいきましょう。水やりです。水やりは基本的な観葉植物の水やり方法で OK です。まあ、僕他の動画でもお伝えしていますけども、観葉植物の水やりは割り箸を使ってね、確かめていただくっていうの方法もね、おすすめです。割り箸を刺して、割り箸の、ね、土がまだ湿っていたら水やり必要ありません。割り箸についた土がですね、カラカラに乾いていたら水やりのタイミング、詳しくは別の動画でも、ね、お伝えしていますが、まあ、そういうふうにやっていただくっていう方法で OK ですね。まあ、というわけで、まあ、もっと簡単なのは触っていただいてね、土が乾いた状態で水をやるっていうことでいいんです。それぐらいあんまり難しく考えず、水やりするだけで元気に育っていただけるのがポトスですね。で、ただ自生地の環境でいうと、比較的ね、湿度が高めな環境が多いんですよね。ですので、水が好きなんです。あんまり乾かしすぎると枯れてしまう恐れがあるので、まあ、乾かし気にも結構耐えますけども、やっぱり水はしっかりやっていただいた方がいいですね。でも乾く時間は作ってください。で、あと
葉水ですね、葉っぱにもその湿度がある環境で実際育っていますので、葉っぱにも水をかけた方がやっぱりね元気に育ってくれます。まあいわゆるこういった霧吹きなんかでたまにですねこんな風に全体にね葉っぱに水をかけていただくとより元気に育ってくれますのでおすすめですね。であとはですねそういう風に、まあ、鉢の土が乾いたらっていう方法なんですけども、ポトスがねより分かりやすいのは触っていただく針です。この針がね全然変わってきます。水がしっかり入って、元気に育っているときはピーンとねこう張って触ったときに張りがあるなっていう状態なんですけども、あからさまにね水が切れてくるとしなしなーっと元気がなくなってくるんですね。見た目でも分かりますし触ればすぐ分かります。この感覚も掴んでいただいて、あ、張りがなくなってシワシワになってきたなっていうのは水やりのタイミングでもあるので、そういった感じで育っていただいている中でね感覚掴んでいただけたらなと思います。それがまさに割り箸の方法と、ね、一致してくると思うのでね、ぜひおすすめの方法です。こんな風に水やりしていただくということですね。で次が大事なところです。光ですね。はい、で先ほど言った今回お悩み解決として、斑がせっかく綺麗な斑入りの葉を買ったのに斑がだんだんなくなって全部緑色になってきちゃったよ、これ光に原因があります。解決方法は日光に当てることです。どういうことかというと、斑ってもともとはポトスはもともとはこうやって全体が緑で生きている植物なんですよ。それが突然の変異だとか、あとは品種改良によってこう模様がかった美しい斑が入ったものになってるんですね。で、斑って、まあ、白いところなんですけど、どういうものかというと葉緑素っていうのが抜けているところなんですよ。葉緑素って緑って入ってますよね、葉の緑の素です。だから緑色の部分が葉緑素、ここですよ、葉緑素がしっかりあるところ、もともとは葉緑素全体入ってますよね。で、葉緑素の緑が抜けてるから白くなってるわけなんですね。で、この薄めのところもありますよね、薄い斑の模様、これは葉緑素が少なめってことです。で、葉緑素って育つ上でとっても大切で、また小学生の理科の授業になりますけど、光合成するために葉緑素があるわけなんです。自分自身で光をね、光に当たって葉緑素が光に当たることでそこで栄養分を作り出して自分でね生きることができるわけなんですよ。ですが、このなんでじゃあ斑が入っても生きられるのかっていうと、他の場所で葉緑素が足りてるってことなんですね。ここに斑があって葉緑素なくても他の部分に入ってますよね、はい、ここの部分でしっかり光合成して生きられるように強くたくましく生きてるってことなんです。じゃあなんで斑がなくなって緑色の葉がだんだん、このね、例えばちょっとこれだとまあ綺麗にまだ入ってるんですけども、そうですね、例えばこれなんか綺麗に全体に斑が、あ、ここですね、入ってますよね、がだんだん日光が足りなくなってくるとです、光に全然当たっていないとですね、徐々に緑部分が増えてきて、ここの辺とかですよね、ちょっと緑多くなってきてますよね、こんなことになってきて、で気づいたらあれ全部緑色の葉が出てきたってことが起きるんです。これ起こってる方、起きたことあるよって方多いんじゃないですかね。僕も経験あるんですけど、これ原因は結局光が足りないっていうことなんですよ。日光がしっかり当たっていれば葉緑素が少なくてもそこで十分光合成をして生きられるってことなんです。でも日光が足りないとポトスは結局生き延びようとするわけですよ。生きなきゃいけない、あ、今の状態の葉緑素じゃ足りないっていうことなんですよ。もっと葉緑素を自分自身増やして今の少ない光量でもいっぱい栄養分作り出さなきゃって思って自ら葉緑素を増やしていってるわけなんですね。つまりそうなると結局、あ、せっかく綺麗な斑がなくなっていってしまうということになっちゃうんです。どうするかというと、結局は日光にある程度しっかり当てるっていうことなんですね。結局その斑が少なくなってきた方っていうのは、あれ確かに日に当ててなかったなと、室内でも全然日がね当たらないような窓から離したところに置いていたなって方多いと思います。そういった方は室内であれば窓辺に日の当たる場所に置くようにしてください。ただいきなりですね、直射日光、強い直射日光に当ててしまうとポトスは弱ってしまいます。焼けちゃうんですね。葉焼けといってこういう風にね焼けちゃってきたりするんですよ。こんなところとか葉焼けだけが原因じゃなかったりするんですけどもね、そういったものはですね起きてしまうので、それは避けていただくためにやっぱり、まあ、明るい場所、直射日光は避けていただいた場所に日に当てるっていうことにしていただければ、だんだんですねもともと持っている斑入りの葉っていうのがまだ生えてきてくれます。はい、で気をつけてほしいのが、1枚しっかり緑色の葉が出てきてしまったら要注意なんですね。でその葉せっかくなんでもったいないから取っておくってことしがちです。できればねもったいないんですけども、緑色の葉が出てきたらそれ取っちゃってください。というのも
緑色の葉の方がやっぱり強い性質があるので、一回緑の葉がしっかりした緑が出てくると、他の葉もその後もそれを追随するような形でどんどん緑色の葉が増えていくことが多いんですね。ですので、ああダメダメ、緑の葉はまだ出てこないでっていうことで取っちゃってください。そうして日に当てるようにしていただければ、また斑入りの葉がねしっかり元気に出てきてくれますので、元々の性質が出てきてくれますので、そんな風にしていただけたらなと思います。ただいきなり外に出すとかね、強い光に当てるっていうのを急にやってしまうと、今度は逆に葉焼けしたりとかびっくりして枯れてしまうっていう恐れがあるので、室内でね日がなかなか当たらないように置いていた方は、徐々に日に慣れさせるような感じで室内の明るい窓辺にですね置いていただいて、斑入りの葉を元に戻させるようにしていただければ、それで復活することができますので、ぜひやってみてください。というわけで、置き場所は日の当たる場所がおすすめです、というか大事です。で、徐々に慣れさせれば何なら屋外でもいけます、というかむしろその方が元気に育ちます。ただし直射日光は避けてください、真夏。そして、冬はですねやっぱり寒さには弱いんで、冬は室内という形で直射日光は避けていただければ、後の季節はですね春と秋は外の明るい場所に置いていただいた方が元気に育ってくれます。で、しっかりと元気にね大きく育った株っていうのは根もしっかり張ってますので、そういったものはですね意外とですね日にね直射日光にも当たっても元気に育ってくれることもありますので、それぐらいたくましく育てていただける方がいいかなと思います。で、続いてなんですけども、肥料です。肥料も実はしっかりやった方がいいんです。まああんまり肥料やったことないよって方も多いと思うんですけども、意外と肥料をね欲する植物なんですね。なのでいつもおすすめしているこちらボタナイス、困ったらボタナイスです。観葉植物用の肥料ですね、こちらの常在肥料、はい、これもね後ろに容量必要な量も書いてあります。この鉢の5サイズに合わせてやることができますからね。例えば、こちら4号サイズですね、こちら4号サイズであれば分かりやすく 4畳です、はい、書いてあります。4畳をこの株元からは離して鉢の縁に沿ってですねやるようにしてください。で、ちょっと押し込むような形で、隣同士やるんじゃなくてこう4つであればこう四隅ですね離してやってください。こんな風に、はい、こんな風にね肥料もやっていただきたいなと思います。でですね、あと大事なのが、ごめんなさい、さっきねこれ見せましたけども、こうやって葉焼けしたりとか、あとねどんどん茂ってくると奥の方のね、中にこう埋もれた葉とか下の葉っていうのがちょっと黄色くなったりとか、やっぱ傷んできます。そういったものはね適宜取ってください。例えばこれなんてもちょっと枯れてきてますよね。こういったものは簡単にですねこの元ですね、生えてきてこの元手で取れます。簡単にポキッとこんな風に随時取るようにしてください。あ、こちらもですね、こういったちょっとね枯れてきている葉っぱはクイッと取っちゃいましょう。簡単に手で取れますからね。で、そしてですね生育旺盛なので植え替えもぜひねやってほしいんですね。2、3年できれば2年に1回はやっていただきたくて、で、その時に土で虫がねやっぱりね苦手だなって方、いい土あるんですよ。実はボタナイスさんでも土出てて、これインドアグリーンの土って言ってね、まさに観葉植物にぴったりな土で、なんと虫が寄りつきにくい、ありがたいですね。もう土植え替え時点で虫予防ができるということですね、はい、こちらの土使っていくといただくと室内でもね虫が湧きにくい寄りにくい土として使うことができますので、とはいえポトスって土そんなに選びません。観葉植物用の土でいいですし、あと草花用培養土でもね育ったりするんで、あまりそこは難しく考えず育ててほしいんですが、虫が苦手な方はぜひこちらおすすめですね、はい、という形で育てていただければ、とにかく元気に育ってくれます。やっぱり一番多いお悩みはそんな風にですねだんだんと負がね消えていってしまったとか元気がなくなってきたって方だと思うんで、今日の基本の育て方をねやっぱり 日当たり実は大事です。そちらをしっかりやっていただければ元気に育ってくれると思いますので、ぜひポトスを元気いっぱいに育てて永遠の富を手に入れましょう。以上、三上真史の趣味は園芸チャンネルでした。グッドボタンもよろしくお願いします。ありがとうございました。